なんだあれは安全な場所どころか世界の終わりってやつだぜどこかの国の新兵器なのか。 解析しました。この兵器は自律型の戦闘ドローンと思われます。攻撃目標はおそらく人間です。無人の殺戮兵器か。こんな兵器が野放しになってみろ、途方もない被害が出るぞ。全て撃ち落とされば。 ドローンは条約で禁止されているはずだ。どこの国がこんなものを。いい加減に認めやがれ。エイリアンが攻めてきやがってんじゃ。冗談を言ってる場合じゃない。こちらハンマーズ、配置につきました。よし、アンチマテリアルライフルならあのドローンを撃墜できるはずだ。戦闘開始しろ。了解。 こちらウィングダイバー、現地に到着。全員D兵装です。よし、円盤を攻撃せよ。円盤が出現してる。数が多すぎる。円盤は人間を無差別に攻撃しているようだ。市民が危ない。可能な限り円盤を撃墜しろ。任せろ。 現在までのところ飛行物体に関する有力な情報は得られていません。 各国は関与を否定し続けています。しかし攻撃があまりにも大規模であることから実行能力を持った勢力は限られてきます。事態解明のために必要なのは可能性を持った勢力への追求、そして強制力を持った。 装置が起動したようです。退避した方がいい。
情報収集を最優先してください。 EDF 聞いたか、被害が出ても構わないってよ。なんだあの装置は、見ろ、あれは大砲じゃないか。待てよ、やばいぞ。奴ら攻撃する気だぞ。待て待て待て、撤退しろ。下がれ下がれ。間違いない、奴らはエイリアンだ。世界大戦どころか宇宙戦争だったのか。応答してくれ。こちら作戦司令本部。敵戦勢力とは何か、どんな勢力か具体的に知りたい。まだ来るぞ敵だ。空軍は何をやってんだよ。このままだと全滅だ。ドローンは逃げても追ってくる。生き延びるためには戦うしかないぞ。おい、この悪魔はいつ覚めるんだ。俺はベッドで目を覚ます。そうだ、超巨大戦は空軍に任せろ。地上部隊はドローンを撃墜しろ。連れてその場を離れろ。安全な場所に向かえ。